ジョセフ・ジェイソン・プッツは、アメリカ合衆国ミシガン州ウェイン軍、トレントン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1995年の MLB ドラフト3巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、この時は入団せずに、ミシガン大学へ進学した。1998年の MLB ドラフト17巡目では、ミネソタツインズから指名されたが、この時も入団せず、 大学最終学年の1999年、MLB ドラフト6巡目で、シアトルマリナーズから指名され、プロ入り。2000年までは、A 級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズに、2001年は、A 級サンアントニオ・ミッションズに在籍し、当時は90マイルパーアワーの速球、カーブとチェンジアップが武器であった。右肩を痛め、2002年は、開幕から故障者リスト入りで迎え、 リハビリの過程で首脳陣と話し合い、右肩の負担を減らすためワインドアップをやめることを決断した。これにより、急速が5マイルパーアワー早くなり、ツーシームの方がフォーシームより速いという特徴が顕著になった。2003年のキャンプに中継ぎ転校を命じられ、8月11日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たす。翌2004年開幕直前に、 ロースターから漏れ、4月にメジャー昇格、降格を繰り返したが、メジャー定着した。最初の当番から10試合連続無失点を記録し、8月7日には初セーブを記録し、故障したエディグアダードに代わって急セーブを上げる。2005年までは、セイクローザーはグアダードで固定されたためにセットアッパーとして投げる。当時は直球主体で押し切るスタイルだった。 2006年のキャンプでグアダードから、これを試してみたらどうだ。ノーシームだよと投げると落差が大きくなり、ボールの動きが安定し、スプリッターが改善された。2006年5月、死と仰ぎ、メンタル面での心構えなど、クローザーとして、不可欠なものをイクローザーのグアダードから多く、学んだが彼が不振に陥ったため、7月6日に、トレードで、新ティレッツへ移籍し、代わりに、 クローザーへ転向。リリーフとしては、アメリカンリーグ1位の104奪三振を記録するなど、自身最高のシーズンを送り、1年でクローザーの地位を確立した。2007年4月15日2007年1月、マリナーズと3年総額1310万ドル。4年目の2010年は、球団のオプションで860万ドルで契約を結んだ。 そして迎えた2007年シーズンは68試合に登板し、球団史上、佐々木和弘の45セーブに次ぐ、球団歴代2位となる40セーブを記録した。オールスターに初めて選出され、ローレーズリリーフマン賞を、球団史上初めて受賞した。2008年は4月1日のテキサスレンジャーズ戦で、右脇腹を痛め15日の故障者リストに入る。 その後復帰するものの9位が戻らずセーブ失敗を繰り返し11日のブルージェイズ戦では右肘を痛め13日に再び故障者リストに入った結局8年シーズンのセーブ失敗8個はクローザー転校以来最悪の数字となった2009年4月13日2008年12月10日にマリナーズニューヨークメッツクリーブランドインディアンスの間で 計1 2選手が移籍する三角トレードが成立し、ショーン・グリーン、ジェレミー・リードと共にメッツへ移籍した。2009年は、抑えのフランシス・コロドリゲスにつなぐセットアッパーとしてメッツでのキャリアをスタートさせた。オフに FA となった。2009年12月11日に1年300万ドルでホワイトソックスと契約した。 2010年5月14日から7月20日まで25試合連続無失点とし、球団記録を更新した。記録は27試合連続無失点まで伸ばした。オフに FA となった。2010年12月7日、2年総額1000万ドルでアリゾナダイヤモンドバックスと契約した。2011年はクローザーに返り咲き、ナショナルリーグ3位の45セーブを挙げた。 2014年11月6日に引退を表明した。引退後はダイヤモンドバックスの球団社長特別補佐に就任した。平均95から99マイルパワー、最高102マイルパワーを掲示したこともある。ストレートとスプリットが主体であるが、カーブやスライダーも投げることができる。入場時に用いる曲は AC、DC のサンダーストラックを選んでいる。 ありがとうございます。